トモハッピーです。どうも安岡です。はい、今日やっていくのはマジックザギザリングあの頃大戦2010年のグランプリコロンバスより、僕が使ってた青黒マーフォーク対トム・マーテル選手が使っていたコマ相殺コントロールやっていきます。ヤソ知ってた？俺日本人最初のレガシーグランプリチャンピオンなんだよ。いや、それは知ってた。あ、知ってた、うん、日本でまだ開催されてなかった時代に海外行きまくってて、まあ、たまたま勝っちゃったみたいな感じなんだけど、まあ、結構いい出来だと思ったけどね、その時。まあなんかマーフォークがね、あの緑以外には結構強くて、緑に弱いから黒タッチして非業の C とかそれと同じ能力のカードをサイドに入れただけみたいな、うん、カウンタートップゴイフと決勝ではそんなに楽じゃないけど勝てたっていう感じだった。そうなんだ。うん、なんかマーフォークとね、なんかコマ総裁、うん、なんか相性ちょっと悪そうに感じるけど、霊気の薬瓶が出ちゃうとね、総裁で消せないしね。そう、うん、うん、まあメインは結構有利なのかなみたいな、はいはい、サイド後こっちが何も入んないの正直で、まあ確かにクリッチャーメタばっかしてるからね。そう、相手はね結構入ってくるから、はい、まあ、その辺どうかなっていう感じで、はい、久々に10年ぶりにねこの街やってみます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。お願いします。お願いします。はい、ダイス勝ちたいな。8、おいよ、9、よし、先行。どうぞ。これどうなのよ。やるわ、はい、キープセット、はい、不毛の大地、これ強いよ、こっちの方。確かに霊気の薬瓶、まあまあ、終わり。まあ待て、まあ待て、そんなん通したら負けてしまうからな。追放するカード難しい。いや、2回目打てないか。そういうカードあったよね、この種目ね、はい、うん、不毛の大地からだから結構これにかかってたんだけど、まあちょっと怪しいのが来て、あれです。でもブラフかもしれない。でも消すからね、何せよ。まあどっちしろ関係ないから、ね、何せよやばいから。18、1マナ出して2マナ出して3マナ出してできたらもう6マナかかってる。1マナでな、6マナ得してるからね。とりあえず島にしとこう。で1マナでコマ、うわー今日回り変な出し方したし。ドロー、よし、お引いてる。でメインはね、アンシー4枚入ってるんだけど、うん、青いカードしか入ってないから、まあ島もできます。当然銀エラの達人、はい、プレイするときマンフォーク見せながらプレイ。はい、ドロー、どうぞ。終わりです。アンタップ、ドロー、アタック、2点、16、ファイアスポートやだからこいつ出しとこう。うん、まあいいんじゃない。終わり。どうします。はい、嫌だからっていうかこいつしか出せない。はい、コマは3枚見て好きな序盤ならば変えれる。ストランド、トップと交換もできる。止まってるもんないで。そうなんよ、ついよこれ正直。はい、します。はい、コマ総裁決まっちゃったじゃん。コマ総裁を決めとかないとね。はい、はい、いいよ総裁。勝ったよ。はい、終わりです。アンタップ、乗ろ、つれー、アタック、3点、割ります。割られます。しゃあないか、もうやらしとくか。はい、いけるか。はい、はい、ここなんでしたっけ。はい、はい、うえー弱えー。それで、はい、はい、ね、カウントです。はい、はい、どうぞ。強いじゃん、強いじゃん。いや、土地がなくてね。どうしようかな。どうしよう。はい、終わり。アンタップ、ドロー。まあ、素直に、はい、ロード・オブ・アトランティス、マンフォーク全部島あたりとプライチ。白、白、はい、タロン・ゴイフ、オッケー。アタック3点、どうぞ。起動します。はい、どうしよう。はい、終わり。ドロー、アンシー、はい、メロー・リージェリー。3マナーない場合あるよ、結構。アタックで、はい、渦巻く地域。はい、あ、消しちゃうか。はい、ほい、消しちゃう。消しちゃう。はい、じゃあコマ、はい、タラムゴイフ、はい、アタック3点、終わり。引かなきゃ負けだもん。はい、起動して、白マナーあれば。これもうね、ジェイス、ジェイス言うね。ジェイス、ジェイス。はい、はい、移動。はい、土地ですか。ドン、ない、土地ない、土地ない。よし、ターンエンド。アンタップ、ドロー。はい、じゃあおかわり、どうぞ。アタック、死亡。よっしゃ、ここまで土地が見つかなかった。マジック何があるか分からんぜ。余計だった。レガシーらしかったな、ね、でもサイドボードね、何も入んないんですよ。サイドボードしません。先行で、はい、はい、キープします。はい、キープします。トロピカルアイランドからコマ、はい、終わりです。ドロー、
ハンシーから、はい、霊気の薬瓶どうぞ。来た、おりキープ。ありがとうございます。ドロー、ドロー、はい、おり1個、はい、ドロー19、はい、島、はい、はい、金エラの達人、はい、どうぞ。サンゴカブトの司令官、はい、見せながら出しました。ドロー、おり、エンドに、はい、起動、どうぞ。こいつ、はい、どうぞこいつと2、はい、ドロー、アタック通します。起動、はい、アトランティスの王、白で、はい、どうぞ。はい、17、サンゴカブトの司令官、はい、どうぞ。不毛の大地、トロピー、はい、終わりです。終わりです。やばか、そのまま、はい、ドロー、カブトレベルアップ、どうぞ。カブトレベルアップ、はい、三三飛行になった。三三飛行、アタック、レブを3点、3点、14、セット、20、霊気の薬瓶どうぞ。終わりです。はい、困ります。はい、コマとフェッチの相性の良さよ。アンタップします。はい、ファイアスポーツ、はい、終わりです。起動します。はい、サンゴカブトの司令官、どうぞ。1個、ドロー、レベルアップ、どうぞ。レベルアップ、はい、レベルアップ、はい、レベルアップ、はい、レベル4だと44飛行で自分の他のマンカプラ1、はい、4点アタック、10、終わりです。19、はい、レガシーももうだいぶ昔からあんだね。これレガシー始まって多分3年後くらいかな。でも、うん、モダンより前からレガシーがあるってすごいよね、今思うと。そう、まあレガシーが先だから、ね、3枚います。はい、フェッチャー置いて、うん、もらうか。はい、フェッチ行きます。はい、8、そんなわけで絶対ダメだから、1、2、3、はいはいはい、恨めたかこれは。はい、起動、はい、なんだ、うん、飛ぶように、おお、はい、強っ、終わりです。2、3、はい、ドロー、まあとりあえずタルモコイフが嫌だ。終わり。これは結構いけるかな、どうでしょう。え、とりあえず、はい、はい、コマルックさん、はい、これもらいます。戻って、うん、もう一枚困る。はい、はい、グリムラボマンスター、おお、マリス、イカチー、これはかなり強いはず。かなり強いよそれは、うん、マリ、やっぱ多いからね。いや結構ね、トロップ割られたの痛いんだよね。コマ、マリ、終わり。はい、そんないないもんね。金エラ連打続けるしかない。確かに、はい、終わり、引きます、終わりです。エンドからポンポンってくると結構さばききれないかもしれない。ライトがないから、ドロー、終わり、ドロー、終わり。ベンベンを3人中消す、消す、はい、はい、フェッチフェッチ、はい、アンシー4枚並べて圧力かけてこう。ゴマの放送ウィル、スーチ起動します。はい、スーピアス、はい、されましたので、はい、リリオン、いいですか。嫌です、打ち消します。なるほど、17、はい、どうぞ。はい、起動します。はい、終わり。アンタップ、ドロー、カニ、終わり。あったわ、そういえば。そんな入ってる。これ強いんだよ、このマッチ。あ、確かに。終わり。ドロー。谷、終わり。何？一緒に殴ってくる。いける。終わり。ドロー。霊気の薬瓶。はい、どうぞ。終わり。3連生。あるんだよね、これ薬瓶引きすぎ。スカスカ。あるよね。
おお、タルモコイド来た。終わり。一個。はい。ドロー。いいんだよ、タルモ投げといて。どうぞ。困ってます。はい。まあ、殴ないと勝たんからね。あの、コマあるからな、有利になってく。4点。はい、13。終わり。ドロー。クリーチャー、クリーチャー。はい。アタック。怪しいアタック来たね。ブロックします。ブロック、はい、はい、ブロック後に2点。3の薬瓶起動、はい、どうぞ。メロンの騎兵、はい、3、はい、これす、はい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 、2点、2点5、しゃあない、終わり。アタックをします。4点、はい、9、はい、終わり。ドロークリーチャーかアタック、また来た。どうします。はい、どうぞ。2点、終わり。エンドリーポイント、起動、はい、出します。アトランティス出ました。起動します。はい、アンタンク、アトランティス、はい、やられました。終わり。エンドリー起動、はい、島渡り引いて、島あたり引いて何もないで、ドロー、終わり。起動します。はい、ゆっくり焼いていくか。まあ終わり。そうね、ドロー、終わり。はい、総裁抜いた。総裁抜いたっぽい。あれ、トンマートより抜いてた気がする。総裁出てよし。最初そちらで起動します。はい、こいつ出します。どうぞ。はい、はい、あ、スタンドステル、行き詰まりと目くらまし、はい、行き詰まってるね。こうなっちゃうと行き詰まり出せないね。出せないね。クリーチャーか、はい、誰もブロック。はい、どうぞ。していい？いいよ。はい、3点。はい、6。カウンター払います。通りました。プラスで。はい、まあいいかな。どうぞ。これ打つときにカウンターっていうのは自由だよね。カウンターって書いてあるし、ね、合ってる、大丈夫。ギリギリ、はい、ギリギリドロー、終わりです。行き詰まらない。まだ手札分かってるんですよ。アタック、意志の力で全体除去できません。はい、負けました。サイドボードしません。先行いきます。はい、お願いします。お願いします。キープ。はい、キープします。セット。サクッて、ナンシーからの3ゲーム連続、霊気の薬瓶ではない。はい、終わり。そいつも強いんだよね。こいつ名前忘れちゃった、完全に。コースキャッチャー。コースじゃなくて。はい、カース。カースか。カースキャッチャー。カースドスクロールのカースか。ロードオブアトランティス。はい、どうぞ。アタック2点、終わり。プラス1島あたり当てます。はい、アプロクラッで2点回復、はい、21、終わり。メロンを切れ、はい、どうぞ。2点、終わり。はい、ランドトチトロピー大塚、
ドロー、はい、今な金エラ見せながらプレイタップ、はい、ドロー1マナ、はい、コースキャッチャー、はい、どうぞ、ハンタップ、はい、クリーチャーか、はい、ダック、そうここで OK3 点3点終わりです。チェイス、アクラマッシ、ありました、アクラマッシ、はい、あり、渡らないでくれ、アンタップ、ドロー渡るぜ、はい、アタック7点ぴったりか、ぴったり、島当たり、ありがとうございました。はい、ということで、結果は当時と同じ、僕のマホークの勝利でした。斉藤智春くんのね、マホークを今トモハッピーが使ってみても、はい、まあ、感触は同じ感じでした。まあ、確かに結構ギリギリのゲームになるね、はい、そう、あの意外とね簡単に負けるんだよ、引き以下では。まあだからまあこんな感じでスリリングだったけどなんとか勝てたっていう決勝戦だったね、当時もね。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。もう10年前のね、大昔のかなり初期のレガシーなんですけど、なんか今カード強くなったなって思いました。春章もないし週末もないし、ね、そう全然違うデッキだよね。全然違うね。でもジェンスはあったっていうね。確かに。はい、そんな感じでやってきました。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ヤットの Twitter、Twitch もぜひチェック登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。